こだったっけ二人同じ、何ですか、飛行機乗って帰る、本日、あったかいものから少し参りますね。イイダコ、地元のタケノコと菜の花、こちらで知ってたものになります。最初、あったかいものを少し召し上がっていただいて、乗ってから。本日はヒラメ、今のヒラメ取っていただいてもらって、手前こちらが2枚身、縁側、身の方を取ってまずこのようにしゃぶしゃぶ、お皿に戻して間にわさびだけ巻いて召し上がります。縁側の方はポン酢、くずで固めた状態のものを一回箸でしっかり混ぜて両面しっかり、ね、つけて召し上がっていただいてもらっても大丈夫でございます。美味しいですか、please mix up the ポン酢。ここの部分をこういうふうにしっかりと焼き上げた白子を、もうに酢飯、炊きたてのものを引いておりますので、しっかり混ぜて召し上がっていただいてもらって大丈夫でございます。カステラで
男性に。さんのポルチーノ、山鳥だけ取れるものなんです。これをこう今しっかり炊いたもの。上からホースラディッシュ、山わさび、油分の上にその山わさび、わさびだけの香りはするんですけど、油分に中和されてそんなに辛みっていうのはない状態にしたいんです。スプーン行くよ。
本台ってさ、でも山形です。純米大吟醸これ何日目ですか？We aged 1 week. I see. Tuna. Otoro. And Chutoro.噛んでいかないといけないものと、今ぐらいこうバツッと切れた状態のものっていうのは全然違うものだと思うから。シチリアとの可愛いな。いくらだけ出せる、こう覚悟があることが。通りはシチリアの南部ですね。で作っている。シチリアの大きいって一番作るこだわり。それはすごいですね。ラッパーとネイルダブル。だから例えば半半ぐらいで。半だったら塩以外はありえない。でもこうイタリアの特に南はヤモッタイワインが多いんですけど、これは結構エレガントな。塩で食べるんですけど。変なとこある。それを。お前は何も知らねえよ。の寿司です。フランスのボージョレーのダメのルパルタイ2011。今は下って調子。チーバプリフィクション。はい。
コロさんでやってる時はそんな感じなんですか。あったかいお茶ちょうだい。はい、はい、もうすぐ参加してくれました。慌てカタカになってきてる。油も出てますね。油が出てくるから、これの方が。We will change shari temperature for tuna. Hi. So.Hot sherry is coming. トロ、まず中トロ、一番血合い串、大トロ、五枚漬け、これは食べたのかよ。終わった。次、貝からスタートする。赤貝。赤貝まず、もう日本酒でいいの。何でもしっかり飲ませて。温度で、やっぱり熱いシャリの方が油が溶ける。なるでしょ。常温って言ったらやばいですね。そうだからもうその常温にずっと持っていく状態というより油を少し浮かせた状態で持っていってやると、Today is his birthday, so please write down on your channel. Oh, really? Hi. Wow. Happy birthday. Thank you.
すると甘口になる。発酵の途中に強いアルコールが入って発酵止まっちゃうので、なので甘さが残るんだと思うんですけど、これは甘さは、よくないとねっとり感じがする。サワラ握らんしょ、同じように握れます、握らないです。そのアルコールを入れてないので、こんなお酒の酢とは知らなかった。酸化人生産一級三平という場所、甘そうな香りがするんですけど、で余韻がめちゃくちゃ長いんです。継ぎ足し継ぎ足し作ってるんでしょ。でこの、40年ものですね、40年分ぐらいのワインが継ぎ足されて、飲む世界遺産とも言われている予算なので、本当に結構値段自体は結構低い。ドトリング自体は2018年にしてるんですけど、まあ、それよりも40年分のヴィンテージが継ぎ足されて、でワインっていうのは炭素の 10% でしか基本的にはヴィンテージをかけないんですよ。でこれは1987年の、から継ぎ足してるという、本当は1987年だけのものを使ってるわけではないんですけど、すごい後がすごいね、めちゃくちゃ飲む、これと光物合わせるの合うのかもしれないけど、これが自分もこのワインも知ってましたし、光物にはどういう感じで合わせるのか、こういう感じでイメージがする。これを言った時って思ったんですけど、低い、いつもとちょっと違う感覚でこう合う。I see. スパリッシュマッカロン。OK. ちょっと魚の名前だけ分かるんですよ。サバ。マッカロン。ゆうたくんあれ持ってきてね。ジャパニーズコースマッカロン。シャリ。ジャパニーズコースマッカロン。糖分を少し入れた状態にしてあります。砂糖、やっぱり砂糖を使用するって日本の酢飯、ベースになるものは言われるんですけど、今日食べてもらってる状態のものは塩、酢、これに、若干蜂蜜だから糖、加糖してない状態、自然のものだけでやってるんですけど、10年熟成のお酢をベースにして作ったもので、だからこう今、小肌なんか出すのは先にね、口の中にこうガツッとこうお酢を入れた状態でしっかり締めた状態の小肌、今度は常温に戻して油を浮かすんじゃなくて、一回油を切るぐらいの感じ、口の中で。だから光も3種類続けていきますけど、それぞれうまみ全然違いますから。ゆうた、ゆうたくん、
シャレ準備してウニ巻きを巻いてあげて。いらっしゃいませ。どうぞ、いらっしゃいませ。ウニ巻き。あ、それ、これ抜いたらもうそのままもらって、カードみたいな。どうぞ。で、車エビは今ぐらいに一肌戻して旨味を全体的に広げていくんで、もうかなり交流もあって、も強くて、うまいんですけど、結構エネルギッシュな、もうあのお酒だなと思うんですけど、こういう光も結構ワインもちょっと癖があるやつを出すんですね、光のは。今週は、最近自分ちょっと光のものをフェアリングのイメージが映ってきます。それがめっちゃ山ハイとか木もそういう作りの方が酸が結構パチッとあるんですけど、磨いてるか磨いてないかあんまり大事じゃないかな。そこでは酸と多いです。
ジャパニーズトースマッカロン。マジジャパニーズフォースマッカロン。Thank you so much。さかはた。完成。So amazing。Thank you.
リアチートスカーノのサンジョベーゼ、ね、マッサベッキアっていう結構ちょっとワイルドな香りが腰上げて、はい、あるスモークチャスティまあ、今の香りを少しちょっと閉じ込める、なんですかね、うん、この後にまた切ってあげるからですね。ゆうたくん、全然違ったものだと思うんですけど、先に4年する、妻が送って切れたてのシャリとか妻が送ってで、いやこの人は仕込みを送って本部の中で全部違う、こんなちゃうんですか、もともと西町にあったって、そんな酸味強いんですか、だってあったし、めちゃめちゃそのタイプしながらマジでやったんですか、でそれが徐々に徐々に落ち着いてくるような感じになるんですよ。漬けにした状態でこうは違うんですけど、それぞれ旨味のように全然違ったものがあります。喉ぐらいこっか。
サワラ。久しぶりに食うとうまいと思ってるんじゃないですか。懐かしい。今は、カボスになります。カボス、カボス、イカ、アナゴ2つ。ユータ、そうすると糖度の高いジュースになるんですけど、その2つのジュースを合わせて作るんですね。ユータ、アドフレンド、スプーン2つ。タチウオ、Gracias.
ゃん飲んだら、あと記憶なくなって忘れるから、シャンパン何本飲んでたか。あれ、そういうんですよ、シャンパン。持ち方間違えた。イタリアとスカマッサベッキア、30ページ100%お味噌汁2ついくよ。これで10キロ歩くないか、今のもので。で、今日の状態の仕立てで、少し、醤油、これを今度は藁で蒸したら逆に、醤油も。煙の中にこうね、まあ2、3時間待つけども十分。すごいスモーク、藁の香りするでしょ。
ルート的にそうなるよ。いらっしゃいませ。アナゴマダカ。アナゴ。レッドシェルそのまま。レッドシェル。そうめんだ。大将の方。はい。卵です。はい。薬味は出したか。これはさっき一緒に食べたやつ。よくわ。あ、これも全然。
怖っ。お茶、日本酒、日本酒もいっぱい。これもエビ。気にした状態にしたんですよ。お刺身じゃない。日本酒じゃない。ムラサキだけ一つ。
一つとタイプは全然違うでしょ。一つとタイプ変えてあるんですよ。シャリの味付けも全部違う。生きてて今こう寝てる状態なんです。寝てる状態で そうです寝てる状態でそれをバチになったらなるじゃないですか。英語で言えますか？How can I say in English? The shell that's still alive, so he tried to wake that shell up, so that's what he did. Next spanking. Okay, thanks. これを5年間ぐらい出してます。出たそれだったいい話でしょ。マグロ直しです。だから知らずにちゃんと直しこう受け皿というか本人が用意してくれたんだなと思って、みんなもう大切にしないといけないなってキャバクラで思いましたけど。リップルすごく。だから一つの倍出すんですよ。倍、倍、量も倍。あ、確かに。一つは一つだったっけ？7個。7個？とちょっと料理でしたね。あ、本当に？もう15です。16だ。いやいや、それで卵まで入れて15。あ、本当に？本当に？去年できたんですよね、一つはね。そうなんです。ちょうど1年です。1月そこで働いてたんですか？そうそうそう、こっちで10年やらせて向こうで今ちょうどやってるんです。え、8年か。まだ若い感じです。You went to Hitotsu. Yes. The chef used to work here. I see. Hi. For 8 years. Oh, yeah. She might be How can I say this? Partnership. I see. Hi. Okay. I see. I see. Okay. I see.
いや、俺も来てる。もう今、こんなとこが半分まで マグロ最後にでこれをいきますよ。こうやって近くで見たら醤油つけてたっぷりネギを入れてこうやって。これを、まあ、ゆっくり巻いてあげましょうか。この状態でこことこここうやって押さえて大きく巻くんですよ。じゃあこことここでこうやってくっつくからこういうふうにこういうふうにで、この状態でこうやってちょっと微笑ましく見てくださ い, い結構みなさん微笑ましく見てくださ い, いおー、おいしい。いつも2席だけ残してるんですけど、で、僕の招待するお客さんっていうのを入れてるんですけど、僕が湘南美容クリニックで全身脱毛をしてるんです。
ちゃん。あっちゃん、来月の子供生まれる。あっちゃん、来月、出産。そうなんですよ。来月末に。二人です。私にだけいただきました。そうや。まあここにいないって言っても、YouTube に上げたら終わりでしょ。ありがとうございます。お酒を飲んでいいですか。ワインがいいどっち？どっち？白。赤で。Thank you.